皆さんこんにちは、あかりんことしたあかりです。さあ今日はですね、シーンでインテリア雑貨を50点ほど買いました。爆買い。50個買っても全部で3万いかなかったんで、めっちゃお得に買えたと思うんですけど、その買ったもの全部紹介していきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。今日はパワーパフガールズ来てます。ジェイダとのコラボです。あ、多分この動画出てる頃には多分引っ越し終わってるんですけど、引っ越し先で使いたいなって思うものを買いました。引っ越す前に物増やす変なタイプなんですけど、そんなやつおらんわって感じなんだけど、50個ね、もう本当に段ボール1箱でっかいの届くぐらいもりもりに買ったので、自分でも何買ったか覚えてないくらいなので、ゆっくり見ていきます。上の方から見ていこうかな。え、これなんだろう。あー、わかった。じゃーん。なんでしょう、これは。普通にこうやって丸めるだけ？これはね、ブーツを立てておくやつですね。ブーツにこうやって入れて、型崩れせず置いとくやつ。ブーツ結構好きやから履くんですけど、寝かして置いちゃってて結構型崩れが気になってきたので買いました。本当にシーンさ、久々に見たらさ、私シーンの服はさ、買っても着なかったので、もう正直。服はあんま見ないんですけど、雑貨が結構可愛いのがたくさんあって、しかも安いからいっぱい買ったの。そう、ブーツのやつを2つ買った。もう50個で我慢したぐらいで、もっと欲しいもん本当はいっぱいあってんけど、さすがに紹介するの大変やろなと思って、追加でね、まだまだ欲しいもんいっぱいありました。よいしょ。これだ、ダズリンのね、今年買ったブーツなんですけど、あ、いいやん。お、いいいい、こんな感じ。あ、めっちゃいいやん。しかもさ、使わへん時はさ、こうやってさ、靴箱に置いとけるし、かさばらへんし、いいなと思って買ったんですよね。続いて、じゃーん。ピラティスする時の靴下を買いました。こんな感じで、ここ滑り止めがついてて、ファンの子に結構ちゃんとしたとこのやつを2足ぐらいいただいて、めっちゃ履いてたんだけど、なんせ私週に3回とかさ、撮影前とかやったピラティス行くからさ、親指のとこ破けてきちゃって、新しく買い直した。シーンに売ってたよ。あともう一個ね、ピラティスの靴下買った。もう一個のやつはこんな感じ。これも滑り止めついてる。ヨガとかピラティスとかする人めっちゃこれおすすめで、結構滑って危ないじゃないですか。滑り止めついてるとね、すごいトレーニングやりやすいから、ピラティスしてる人おすすめよ。シーンで買えちゃうんだけど、まあでもやっぱちゃんとしたところに比べると、なんか滑り止めもなんかちょっと頼りないけど、いいかなっていう感じで、まあ消耗品ですね。これはなんだろう。これは収納バッグです。え、待って、写真で見た時はすっごいしっかりしてたんですけど、こんな感じ。思ったよりペラペラ。ここが透明になってるか、何入ってるか分かるから、ブランケット類とか結構プレゼントとかでいただいたりとか、自分でも買ったりとかで多いので、そういうのも入れたいなとか、あとまあ衣替えはあんまりしないんですけど、ちゃんと。でもなんか冬のあの部屋着とか結構かさばるじゃないですか、ジェラピケとか、そういうの入れたいなと思って、まあ何かで使うやろうなと思って買いました。スリッパも買ったよ。これはグレーなんだけど、もう一個あって、なんかスリッパってさ、意外とさ汚くなるやん。だから安いのでいいやと思ってシーンで買ったんだけど、私はこれ白のモコモコ、可愛くない？めっちゃ。なんかでも外にも履いていけそうやから、どうしようかな。今ね、ちょうどさ、ピーチジョンさんに新しいスリッパもらって、このピンクのモコモコ履いてるから、外で履いてもいいけどね。スーパー行くときとか。こっちは彼の分で買ってみた。グレー。私だけスリッパ履いてたらさ、家来てくれたときなんか申し訳ないからさ。あ、意外とでもちょっとちっちゃいかも。これサイズがね、38か39で大きめ買ったんですけど、なんか買うなら大きめ買った方がいいかも、これ。ちっちゃい。まあそういうこともありますよね、安いから。続いて、あ、こちら。これはね、なんか色が多分確か選べなかった気がする。そう、シーンそれ多いねんな。色が選べないのが多くて、違う色が欲しかったところですが、黒が届きました。蛇腹っぽくなってるファイルなんですけど、なんか説明書とか、それこそなんか引っ越しの契約書とかさ、なんか賃貸の結構さ、かさばるやん。だからこれに収納しようかなと思って買いました。こんなにスリムになる。基本的に私ペーパーレスに向かってて、気持ちは結構最近書類とかは iPad で管理したりするんですけど、どうしてもいる契約書類とかね、こういうのに入れようかなと思って買ってみた。このペラペラの収納がもう一個出てきましたね。そうそう、もう一個買ったの。これは2つ買ってましたわ。皆さんお風呂のマットは何使ってます？珪藻土のね、私は板使ってたんだけど、あれ邪魔やからマット買ってみた。かわいい。これちゃんと吸うのかな。こういうのはちゃんとさ拭くのか、ちゃんと洗うのか、どっちなんやろ。おしゃれやなと思って。
買ってみたけど、めっちゃ臭い。めっちゃ臭いこれ。くっせっていうぐらい臭い。しばらく使ってみようかなと思って。まあこういうのもね、定期的に変えないとなんか気持ち悪いじゃん、雑菌が。あとこれはちょっとどうなんだろうと思って、ワンちゃんの足の爪とかを切るじゃないですか。そういう時に嫌がっちゃうから、浮かして切れるやつをね貼ったんだけど、チャムのサイズで買ったからでかい。チャムってさ、トイプードルで一応小型犬なんですけど、なんかうちの子はね中型犬ぐらいあるのででかいけど、こんな感じでフックもついてるから、こうフックでさ浮かしてあげられんねんけど、嫌がったらもう使わへんと思うからシーンで買ってんけど、ママがなんか欲しいって言ってたからちょっと買ってみたけど、どうなんだろう、使ってる子いますか。嫌がったらねかわいそうだからやめようとは思ってるけど、使ってみようと思います。これもあとは電卓買ったのよ。電卓、これは電池入れて使うタイプの電卓です。私結構なんかお金の計算とかさやらなあかんからさ、電卓結構いるんですけど、あ電池入ってるやん。あ使い心地いいじゃないか。あれ電池入ってない、あなるほど、ソーラーパネル系ですわ。へえいいやん、電池なくても一応使えるやつですね。なんかいつもさ iPad とかさ iPhone の電卓使っててんけど、なんか押し間違いとか多いし、なんか欲しいなと思って電卓売ってたから買った。ピンクかわいい。めっちゃあるよちょっと、もうこれはなんだろう。あーはい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 、カビ防止テープですね。コンロ周りとかお風呂のところに貼るやつで、そう100均で買おうと思っててんけど、シーンにあったからもう一緒に買っちゃえと思って買いました。これなんか結構ペラペラやからなんか剥がれそうな感じするの。これは新居で使ってみます。あとこの辺も新居で使おうと思った。食器棚とか靴箱のとこさ汚れちゃうじゃん、ついてる棚にあると。なんかそれのシート欲しいなって思って、こういうのもシーンで売ってるんですよね。買いました。いっぱい出てくる。これは何だろうか。でもめっちゃほんまに見てみてほしい、超ワクワクしちゃうから。あ、よかった割れてない。こちらはじゃーん、カラコンケース 1,2,3,4,5,6,7、 ちょうど今7色なんですけど、もうすぐ8色になるけどカラコンケース買いました。まあ、カラコンじゃなくてもこういうさ、あの充電器のコードとかをさちょっと分けるやつが欲しくて、なんかそういうのにも使えるかなと思って買ったんだよ。何かしら使えそう、なんかアクセサリーの収納とかにも使えそうやし、こういうねクリアケースがね結構あった。あーこれも欲しかったやつ、じゃーん。なんでしょうこれは、わかる？これはこういうさ住所とか書いてるとこにこうコロコロコロってやったら見えへんくなるやつ。毎回ちぎってはいるんだけど、ちぎれない段ボールとかあるやんか、ああいうのにさ、あのマンションのゴミ箱に捨てるのに住所とかわかんの嫌やなと思ったから買った。これはなんだ？あ、これは LED の電気のやつや。これも新居でつけようと思ってて、こんなんもあんねんで。これなんか充電式なんですけど、両面テープでこうやって貼れて、なんかこう電気です。どうやってつくんやろ、センサーやったかなこれ。あ、センサーや。え、どういうセンサーのルール？消し方がわからない。なんかつくのはつくんだけど消し方がわかんないぞ。消せないのかな、つくだけかな。まあ、でもなんか一応タイプ C で充電できる、こんなのも売ってたんですよね。ベッドの下とかいいかなとか思って買ってみました。これはなんだ、あ、え割れてる、ショック、え割れてる、ショックやねんけど。靴べらです。え、ショック、これ一番惜しかったのに。私靴べら持ってなくて、そうで、私別に靴べらいらんねんけど、家に来る人がさみんな靴べらはみたいな感じになるからさ、あ買っとこうと思ったのに、え割れてる、ショックです。こっちだけで使えるけど、なんかマグネットになってて確か、あマグネットじゃないか、じゃあこれだけ捨ててこっちだけ使おうかな。こういうこともありますよね、やっぱ。あ、これはですね、あのロールタイプの袋でございます。これ洗面所用のビニールで使おうと思って買った。有料化になってからさ、エコバッグ何やかん持っていったら、あれはゴミ捨てる袋ないやんって今度なって、結局なんかエコなんかエコじゃないかよう分からんみたいなね感じになってますけれども、買おうと思って買ったのと、そのシリーズでいうとこれも袋で、これはなんかすごくて、これは撮影部屋の袋に使おうと思っててんけど、一個見せよう。こういう袋なんですけど、これはこの横の部分をピーってやると
紐が出てきて縛れるみたいな、よくない？こんなのもあるんやと思ってなんか買ってみた。これもロールタイプになってるから、これもちょっとゴミ袋に使おうと思って買ってみましたが、なんかでも結構すぐ破けそうなゴミ袋なのでちょっと頼りないかもしれない。続いてこちらスポンジホルダーですね。今んとこはついてたんやけど今回ついてなかったのでちょっと買いました。あのこういう吸着タイプのテープで貼るやつやな。貼っとこも。引っ越し前にこんなに物増やして今反省してる。ちょっと落ち込んできた。めっちゃ買っちゃったなと思って今ちょっとなんか反省モードに入ってテンションも低いかもしれない。親に頼まれて買ったんですけどどうなんだろうか、犬のリードです。大丈夫かな、噛んだりとかはもうしないから大丈夫やと思うねんけど、こういう犬のリード買ってみました。一回この伸びるタイプ買ってみてほしいって言われてちょっと頼まれたんで買っておきました。そんなに引っ張ったりしないんですよ、特にマッシュは。チャムはねなんかもうすごいマッチョだからすっごい先行くんですけど、これはあ、これをベッドの方につけようと思っててんな。テープで貼れるライト、これも一応センサーなんですよね。いなくなったら消えるはずやねんけど、本当に軽いやつで、これをベッドのとこにつけようと思ってて、で一応マグネットでもつくようになってます。あ、消えた消えた。あれ、物に触れるとつくのかな。なんかここライト欲しいなみたいなとこに貼るといいかもと思って買ってみました。こんな細々したものをねいっぱい買っちゃったの。引っ越し前バカだよね。あ、なるほどなるほど。でこっちをさライトの方につけて、こっちをベッドの方につければこういう感じで磁石でくっつくから取り外しが可能ですね。ベッドを買い替えようと思ってるので新しいベッドにつけたいと思います。一人暮らし始めてから同じベッドをさ引っ越しのたんびにさ組み立て直してってずっと使っててんけど、まあまあもう素人が組み立て直してるからボロボロになってきて、なんか歪んじゃってて、私のとこその跳ね上げ式なんですよね。なんかそれもあって歪んできてて、ちょっとそろそろやばいなって感じになってきたのでついに買い替えようということでベッドを新しくしました。今回これめっちゃ可愛くない？ナプキンホルダー、洗面所に置こうと思って買いました。ここにナプキン挟んでねピッて取れるみたいな、あの顔拭くナプキンをここに入れようかなと思って買ってみた。あれこれわ、これこの前アマゾンでも買ったのにまた同じの買っちゃった。同じとこのやつだな。シュシュ入れです。同じ買い物してるわ。でもシュシュこれ入れていくのにいいんですよ。アンシェリオンっていう私がやってるアクセサリーブランドで結構シュシュ出すので、その商品が全部家にあるからさ、もうシュシュまみれでこれにちょっと収納しようと思って買いました。まあ何個あってもシュシュ増え続けるからこれから。はい、続いてこちら、これはコットンケースで買った。コットンと綿棒入れようと思ってリビングのやつ、今入れるやつがないから買ってみた。割れてなくてよかった。こういうの結構シーンは割れて届くから要注意ですね。あ、もう本当にもうなんか自分ってって感じ、今自分のこと嫌いになりそう。これ3つ買ったんだけど、今の家ってベランダがないんですよ、ここの家で。もうそれが本当に嫌で、お布団とかも今まで全部浴室乾燥とドラム式の洗濯機で頑張ってたんやけど、ちょっといい加減に本当にベランダ欲しいっていうのもあって、お布団干せないから2個で干したんやん。だからさ、ベランダあるとこ探しててん。そう、ベランダ一応あんねんけど出れないのよ、窓がちっちゃくて。で引っ越しの内覧来た時それ気づかんくってさ、バルコニーあんのに出られへんみたいな、気づかへんくって引っ越してから気づいたわけ。え、ベランダもしかして出られへんみたいな、乗り越えるしかないけみたいな感じになったんよ。まあ浴室乾燥でなんとかなるかみたいな感じで諦めてたんですけど、今回ベランダがあるということで、ベランダがある嬉しさから置きたいなと思って、なんかこのよくわかんないライトを3つ買っちゃったんですけど、でもこれつけ方わかんないぞ。一応なんかソーラーなんですよね、だからちょっと太陽に当てとかないとつかないのかな。なんかここにねスイッチがあるんだけど、これがどうもよくわからなくて、一応ちょっとお日様にしばらく当ててみたいと思います。夜になったら光るのかな。 でも口コミは問題なく使えてるって書いてたから多分使えると思う。でなんか雨に当たっても問題なく使えるらしい。あ、自動なので昼間は消えて夜つきますやって。これはね可愛いよ。じゃーん、紅茶のティーパックとか入れようかなと思って。最近なんかあのおうち系 Vlog みたいなの見るのハマってるんですよ。普段あんまり YouTube そんな見ないんで
ですけど、最近そういうの見るのハマってて、皆さんこういうのに入れ替えてらっしゃるので、私もそういう系なハッシュタグ丁寧な暮らしになりたいなと思って買ってみましたけど、なんか閉まらないですねこれ。あ、閉まった。ティーパックとか入れようかななんて思っちゃった。引っ越しの最初っていつもこう形から入りますよね。これは私だけ？絶対みんなもそうやろ。みんなもそうやろ。絶対形から入ってさ、なんかおしゃれな家に住もうとか思うねんけどさ、どうも片付かないですよね。これはね、謎に2つ買いましたね。まあでもなんか結構いろんなお茶をいただくので、ちょっと入れようかなと思って。あ、またあのカビ防止テープですね、これも。そう、結構さ、文房具とかもたくさん売ってて、私が今小学生やったら楽しいやろなって思う文房具がいっぱいあった。ピンクか。白が欲しかったんですけど。歯磨き粉と歯ブラシを置いとくホルダーですね。歯磨き粉をぶっ刺してこうやったら出てくるみたいなやつを買ってみました。これも一応両面テープでくっつくので、これも新居で使おうと思って買ってみたけど、なんかピンクやったここが、白が欲しかったんけどな。あとこれも買ってみた。最近さ、私さ、あの排水口とか蓋しとくと、ほんまに排水口の掃除嫌いすぎて、掃除シンクって余計汚くなって、あーやりたくない、また明日にしようみたいな感じになってさ、ほったらかしにしちゃうのね。見えるとこばっか綺麗にするタイプやから。だから、洗面所のあの排水口のとこ、これに変えようと思って、今100均のなんかピンクのやつで、もうある程度汚くなったら捨てれるやつ使ってんねんけど、うちの方がぬめりが気にならないよっていうのを見まして買ってみました。これも新居で使う。これも収納ケースです。こっちが多分一応書いてたのは配線入れるのいいよみたいなやつなんですけど、こっちがちょうど 1,2,3,4,5,6,7,8 なので、これにカラコン入れよっかな。これはこれでなんか使い道がありそうやし、こっちに配線入れてこっちにカラコン入れようかなって思います。まあ、新居で使うとは言いつつも、まだちょうどこの家の最後のルームツアー撮ってないから、収納できるもん収納してみようかな。これも一緒ですね、同じやつ買いました。まあ、アクセサリーの収納とかでも使えそうだから、こういうクリアケースは何個あっても割と使えますね。この見た目が可愛い収納ケースで、結構でもマジでペロペロのプラスチックって感じ。まあ、なんかスキンケアとか入れるのにいいかなとか思ったら、リビングの収納に使ってもちょっとチャッチーけどね、いいかなみたいな。この種類結構買って、これはこういう、あ、こっちの方がしっかりしてる、立てて収納するのに良さそうと思って。美容液とかさ、意外とこういう浅いのに入れとくといいんだよね。スキンケア収納に使おうかななんて思いまして、なんかいろんなサイズを買ってみました。こっちのキラキラしてるタイプの方がいいね、かわいい。あ、これは可愛くない？これ間接照明、しかもなんか色変えれるのよ。これ刺して使うタイプですね。お、ほらピンク、お、紫、お、かわいい。かわいくないですか？色が変わるんですよ。明るさ調整もできて、あ、こうやって色変えれるモードができたり、こうじんわり変わるのもできたり、ふわーんっていうのもできたり。こんなん持ってんねんで。なんかいらんもんいっぱい買ってるわ、これ。実家やったら確実に怒られてるやつですね。でももう私は一人暮らしだから、大人だから、私家がね可愛いことがね一番なんか幸せに感じるかも。家可愛いとなんかすっごいテンション上がるんですよね。これもね、隙間のテープ、ほこり防止テープみたいな。引っ越したらいつもマスキングテープ貼るんですけど、こっちの方がなんかしっかりしてそうで、お風呂の隙間とかいいかなと思って、これも買っておきました。あとこれは、あ、そうだ、先生がさ、よくさ貼ってくれたあの丸いシールあるじゃないですか。これ買ってみたんですよ。これ何に使うかっていうと、コスメを断捨離してて思ってんけど、もういつから持ってるもんか分からへんかったりするから、続くか分かんないけど、買ったらこれで日付書くか、もしくは貼るだけ貼って上半期のものか下半期のものかっていうのを分かるように、今年買ったものなのかっていうのを分かるように管理していこうかなって。あとまあ限定か限定じゃないかっていうのも分けれるのに、このシールで管理できたらいいなと思って、理想で言うとっていう感じですね。やるか分からんけど、ちょっと汚いんでしっかり洗おうと思うんですけど、めっちゃ汚いわこちら。あ、でもめっちゃすぐ開くなこれ。調味料のやつですね。こういう穴で出てくるのと、こっちの大きい穴で出てくるのとっていうので、こういうケースとともについてきました。なんかゴマとかさ、袋のまんまにあるから、そういうの入れたいなと思って買った。そう、今の家のはさ、前から言ってるけど、スーパーが遠くてさ、ちょっと料理する気になれなくてウーバーすることも多かったんですけど、動画で、あのダイエット食とか出す時とか、ダイエット中は頑張ってさ言っててんけど、あのやっとねスーパーが近くなるから料理頑張ろうと思って、形から入ってますねこれは完全にっていう感じですけれども、これはもう買いましたよ。これもなんか入れたいなと思って、コーヒー豆とか
私あの普通にインスタントですけど、これは2つ買ったんだよ。まあこの蓋取ったら花瓶でも使えるなと思って、なんか入れてた可愛いかなと思って買っちゃいました。あ、これ楽しみにしててんな。なんかウォーターサーバーを家に置こうかなと思ったんですけど、でも浄水器がついてるんですよね。じゃあいらんやんって言われて、確かにと思って、これならどうだろうと思って買ったのがこちらになるんですけど、ちゃんと飲めんのかなこれ。なんかでも口コミはこれ良かったんですよね。こうやってひねって冷蔵庫に入れてたらそのままお水が飲めるよみたいな、ウォーターサーバーもどきを買ってみました。これで私の気が済めばウォーターサーバーはいらないんじゃないかということで。いや、なんか憧れるやん、ウォーターサーバーがある家って。でもさ、なんか妹とかさ、彼にさ、ウォーターサーバー欲しいねんなーとかやったら、いや浄水器ついてないからいらんやろって言われたんですよ。だから我慢してて、これでウォーターサーバーごっこしたいなって思って買いました。続いて、あ、収納ケースですね。蓋付きの靴下とか入れるやつが欲しいなと思って買ってみた。はい、こちらも同じやつです。靴下とかなんか、まあそういうハンカチとか入れるのとか、なんかケースが欲しくて買いました。これは結構しっかりしてて良さそう。でもなんかあれらしいよ、こうやって収納グッズとかいっぱい買うやつこそ片付けられへんらしい。私です。こうやって物を増やしていく典型的なタイプです。これ欲しかったやつ見て。サラダをさ食べるときにいつもびっちょびちょのまんま食べるっててんやん。これがあったら、なんていうのって、こういうのサラダスキャナー、サラダスピン、そんな名前の、こうやってブワーンって回したら、あのサラダの水気がレタスとかね切れるみたいな、そういうやつですよ。欲しかったんですよこれ。いつもサラダ私びちょびちょやから買いました。いつもザルに入れてパーって振っててんけど憧れててん。これでこうやって水気を切る日を夢見てた。でもなんかちょっと使いにくいぞ。確かにこういうの買うと洗い物増えるよね。でもサラダシャキッと食べたいしね。え、もう、潰した疑惑。蓋がちょっと若干ずれてるのかな。綺麗に閉まらないですけれど買ってみました。あ、終わりや。以上になります。50個ぐらい買ったのですごい数なんですけど、ちょっとどれも使ってみたい。でもこういうのが意外となんかザラホームですって言われたら信じれそうな見た目の可愛さだったり、このゴールド系のこのシリーズ可愛かったですよ。ちょっとでもこれは値段下方やと思うけど、あとちょっと靴べらが割れてたのはショックだったな。ルームツアーの方が先上がってるけど、でもルームツアーまだ撮影してないから、もしかしたらルームツアーの中に出てきてるものもあるかもしれないので、よかったらまだ見てないよって方見てください。インテリア雑貨マジですごいから、まあでも写真の方がだいぶよく見えてるっていうのは正味あるけど、まあでも結構いいんじゃないかなと思うので、気になったものある方はぜひ見てください。皆さんのおすすめのシーン雑貨あったらぜひコメント欄で教えてください。ということで今日はシーンでインテリア雑貨爆買いして紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。私は今からこれを片付けなきゃと思うとすごく嫌な気持ちですでも今いっぱい買って楽しかったし、良かったと思うものはまた紹介しようと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。あかりんことしたあかりでした。バイバイ。